はい、どうもキリアです、今回はシャーレの総決算忘れている方が多いんじゃないかと思いますので、一応注意喚起のために動画を作っているのと、ショップの中の効率のいい交換先ですね、こちらを紹介しようと思います。あと合わせてですね、もうすぐ月末でショップの内容がリセットされてしまう時期なので、総力戦などのコインで交換できるアイテムがまたリセットされますので、欲しいものがある方は必ず交換を忘れないようにしましょう。あと特に忘れがちなのがこの指名手配ショップですね。こちらの交換も忘れる方毎回いますので、必ず欲しいものを取り忘れないように月末ギリギリではなく早めに取っておきましょう。で、一応ですね、最近始めて万年筆だけ持っている方もいらっしゃると思うんで、シャーレの総決算はこちらのイベントバナーのね、ここから入れます。交換が11月の1日までなのでご注意ください。持っている方はここに、総数が書いてありますね。 AP を使った分だけこの万年筆がもらえています。この中で一番おすすめなのが秘伝ノートの断片ですね。これを集めてテイラーメイドで秘伝ノートを交換することができますので、この断片もかなり貴重なアイテムになります。これは第一に交換するのをおすすめします。次におすすめなのはこの大パーツですね。大パーツは全ておすすめになります。特に最上級、最上級が万年筆100で交換できるのでかなり効率がいいです。次いで上級、その次に中級、どうしても欲しい方は初級という感じですかね。で、レポートとクレジットですよね。で、これなんですけど、例によって、ブルアカはね、ちょっとレポートの効率があんまり良くありません。レポートよりもクレジットの方が特別依頼と比べると効率がいいですね。ただね、ちょっとレポートが手に入るタイミングがあんまりないので、どうしても欲しい方はね、全然乙女はしません。どれを交換しても効率変わりませんので、無理に一番大きいのを交換しなくても、どれを交換しても大丈夫です。小さい方が使いやすいですしね。ただ、効率で言うと、レポートよりもクレジットの方が美味しいです。クレジットも、この5種類のクレジットポイントがあるんですけど、これらは効率一切変わりませんので、何を交換しても OK です。これは無限に交換できるやつなんですけど、これだけは唯一効率が悪いですね。さすがにね、そんなに余らないとは思うんですけど、一応優先順位としてはこんな感じになってます。はい、ということでね、すごい簡単だったんですけども、月末の交換の注意喚起とシャーレの総決算ももうすぐ終わりそうだったので、そのあたりも含めて動画にさせていただきました。そんなことよりもね、葵ちゃんを撫でられるのはこの期間だけなので、後悔のないように撫でておきましょう。めちゃくちゃ可愛いです。ということで今回はこの辺で、良ければ高評価の方も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。